お待たせいたしました。バンテリンドーム名古屋です。中日ドラゴンズ対福岡ソフトバンクホークス、この一戦をお送りいたします。ドラゴンズの先発は左の笠原、対するホークスの先発は右のチャトウッド、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなくプレイボールです。ドラゴンズピッチャー交代です。笠原降板、マウンドに上がったのはマルク。今日2番手としてマウンドに上がります。ホークス打線相手にどういった投球を見せるのか。ホークス、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番河原田。第1球投げました、外れた、ボール。第2球投げた、2球目ストライク。投球は3球目、投げた、打ちました、これは内野フライ、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って明石、今日早くも2回目のバッターボックス。第9投げた、決まってストライク。さあ次の投球、投げた、ボール。第3球を投げた、ストライク。第4球を投げました、打った、野球の行方には十分ご注意ください。第5球投げました、外角低めいっぱい、見逃し三振、外角低めいっぱいに決まった。第1球ストライク、まずは入れてきました。第2球ストレートはボール。第3球を投げました、決まってストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、アウトコース低め、空振り三振、三振に切って取りました。マルク、最後は空振り三振で打ち取りました。2回の表が終わって5対0です。ホークス、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番小林、第1打席はセカンドフライに倒れています。投げました、2球目ストライク、軽く追い込んでまいりました。投げた、外角、チェンジアップ外れてボール。第4球を投げた、空振り三振、三者連続三振。リプレイをご覧ください。バッターは4番リチャード。第1球投げた、初球決まってストライク、まずは決めてきました。投げた、縦のスライダー、ボール。第3球を投げた、直球に送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。チェンジアップはボール。投球これから5球目、インロー、空振り三振、4連続三振になりました。先ほどのプレーです。左バッターボクサー5番ガルビス、第1打席はフォアボール、打ちました、ファール。ドラゴンズ、ここは引っ張りに警戒します。2球目ストライク。第3球はボール。投げました、ボール。第5球投げました、打ちました、セカンドゴロ正面、アウト、スリーアウトチェンジ。マルク、見事ホークス打線を抑え切りました。3回の表が終わって5対0です。試合はこれから中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは増田、投げました、初球見送ってストライク。投球これから2球目、危ない球。第3球を投げました、ストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、インコース低め、空振り三振。右バッターボックスは正木。第1球ストレート見送ってストライク。第2球危ない球。投球はこれから3球目、ボール。投げた、打った、1・2塁間への当たり、1塁送球、マルク取ってアウト、これで2アウト、ランナーありません。アウトコース低めいっぱい、ストライク、まずは入れてきました。投げた、2球目空振り、これで追い込みました。追い込んでから投げた、ボール、インコース高め。第4球はチェンジアップはボール。第5球投げた、ボール。投げた、打った、痛烈な当たり、クリーンヒット、バッターランナー一塁、剣パス蹴って二塁へ、笹川ツーベース。
バッターは9番河原田。第1打席は内野フライに倒れています。投げました。打った。一、二塁間のゴロ。一塁へ送る。マルク取ってアウト。スリーアウトチェンジ。二塁ランナー笹川残塁に終わりました。4回の表が終わって5対0です。ホークス、この回1番からの好打順になります。先頭バッターは指名打者明石。今日はファーストゴロと三振。第1球まっすぐ見送ってストライク。さあ次の投球、投げました。打ちました。ファードグラウンドで取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番海野。今日はフォアボールと三振。投げました。初球はストライク。初球ストライクから第2球ストライク。これで追い込みました。第3球はボール。第4球を投げました。打ちました。右中間へのフライ、これはヒットになります。打球が転がっている。バッターランナー一塁蹴って二塁も狙う。海野ツーベースヒット。ランナー一人を置いて迎えるバッターは小林。今日はセカンドフライと三振。第2球投げました。打った。ヒット。レフト前ヒットになった。小林いいバッティングを見せました。ドラゴンズなおもピンチが続きます。打ちました。初球打ち、セカンドゴロ、ゲッツーになるか。二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。5回の表が終わって5対0、ホークス現在5点をリードしています。ドラゴンズ悔しい敗戦です。ホークスが勝ちました。勝利投手チャトウッド、敗戦投手笠原でした。さて本日のヒーローは藤井。無失点の好投を見せました。本当に今日は大活躍でした。